今回は京王中山駅徒歩11分ペールヴァンシュという物件に来ております。こちら、1LDK で2013年1月に完成したばかりです。まず玄関入りまして、こちらの扉は、脱衣所、洗面所になっています。結構広いですね。でこちらが洗濯機置き場で、これが独立洗面台、とても綺麗なものです。またこちらシャワータイプですので、忙しい朝とても便利です。で続いて、浴室ですけれども、はい、オレンジ色、一面だけオレンジ色の、壁でおしゃれですね。かなり広い、浴室になっています。またこちらに追い焚き機能もついています。では続きましてトイレですね。トイレがこちらです。温水洗浄便座になっています。そして次が、リビングですね。すごい扉の動きもスムーズで、まずキッチンです。こちらも料理がどれだけしやすいか、システムキッチン、ガスコンロ、3口ですね、はい、またグリルもついています。こんな感じで、ちなみに、まあ、収納も、はいはいはい、あと上にもあります。またカウンターキッチンです。ここから、はい、どうぞって渡せますね。でこちらはキッチンも含めて 9.9 畳、1階のお部屋ですね。エアコンは設備でついています。照明はご自身で買っていただかなくてはいけません。また床がフロなんか木材を使っていますので、とても、滑らかな肌触りになっています。本当にとても綺麗です。はい、見えますね。では洋室行きましょう。洋室、6.3 畳、結構広々としています。はい、こんな感じですね。収納はこのお部屋だけですけれども、かなり広いです。こちら103室カート部屋ですので、こういった窓があります。では収納見てみましょう。こんな感じです。2人分収納できるんじゃないですかね。1人だともう本当に十分です。でこちら、床下収納あります。で他にもですね、特徴は、あとはこちらで、まあ、給湯もできますし、あとはモニターインターホンになっています。このお部屋の詳細ですね。あ、すみません、ガスは都市ガスです。このお部屋の詳細、気になるかと思いますけれども、各 URL に、掲載していますので、ぜひご覧ください。診療は、まあ、そうですね、完成してまた1年、半年ぐらいですからね、ちょっと高め、まあ、7万9000円妥当です。新築朝でこの診療ですと妥当だと思いますので、ぜひご検討ください。失礼いたします。